ご視聴ありがとうございます。気楽屋の花澤です。今回はちょっと私が日頃している筋トレをしつつ DVD の価格についてやセラピストフェスの最終告知をさせていただきます。四つん這いになったところから肘に向かって横に足を出すようにして肘につけるように膝を肘につけるようにします。10回片側10回ずつ行います。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、あとは股割りスクワット、足をまあ肩幅より開いてつま先を外側に向けますね。で、反り腰の人は仙骨のところに手を置いて、でその状態から膝を落としていきます。で、その時に膝がつま先より出ないようにしてください。で、あと腰をあんまり反らないようにで戻します。ゆっくり下に下ろしていってで、まっすぐ戻す、上に戻す、腰と膝を落としていくって感じですね。で、ももの角度と膝の向きとつま先の向きを同じような感じにして膝を内側に入れていったりしないで、結構腹筋とかももですねにきますね。上手じゃないんですけど腰も足ですね、おちょっていう、この私今言った3つは6日前にソフィア生体アカデミー、私が講師アシスタントやってる学校で生徒さんに教わったやつで、ちょっと正確じゃないかも、そこまでその参考にしないでください、こんなことを私はやってますよ的なだけのものですので、まあ、ちょっと間違ってたりするかもしれないので、ただこんなことを続けてますよっていう、足腰を鍛えたいなとか腹筋割りたいなとか思って、でなんかとても素敵な方で生徒さんなんですけど教えていただいてやり始めてますっていうやつです。でなんか毎日やるようにしたので、ただ座って喋ってても面白くないかなと思ってこんな感じで動画にしてみました。はい、改めましてこんにちは、リラック屋の花澤です。ご視聴ありがとうございます。今日は、まあ、セラピストフェスのね最終告知ですね。2月の25日土曜日が、亀戸、のですねライティングハウスというところで、とても素敵な照明器具をねショールームになってるとこなんですけど、すごく雰囲気のある素敵な、お店というか、まあ、場所ですね。で、私とケンさんとタイラーさん、リタジネンの水谷平先生と始発師のケン先生と私やらせていただきます、講師やらせていただきます。でですね、ちょっと内容、変わった部分もありまして、ビンゴ大会ってしてたところを、まあ、くじ引きなんかでちょっと早く時間短縮してですね、その分でですね、まあやっぱり技術だけでは、まあ、いくらね知識や技術があっても、まあそうこう情報発信が足りてないと、まあ、繁盛するお店にはならないよと、稼げるセラピストさんにはなれませんねということで、情報発信の仕方を、まあ、私とタイラーさんとケンさんと3人で、まあ、お話をお伝えしていきましょうというお時間作ることにいたしました。すごく勉強になると思いますね。皆さんしっかり
結果をね出してもらいたいですので、こうこじんまりとね自己満足で終わってしまわないように、ちゃんとこうお客様増えましたとか収入増えましたとか、まあ、あのこう実践できてます満足してますっていう風になってほしいので、その辺のこともね含めて、知識と技術と情報発信と、そこら辺までこう網羅してお伝えするセラピストフェス2017なっております。で、まあ、情報発信って具体的に言うと、まあ、YouTube だったりとかこうインターネットブログですとか使って、存在をねアピールしていったりとかどういうお店なんですよどういう人なんですよとどういう考えでやってますよというところを皆さんにね広く知っていただいて、まあ、お客さんをこう来てもらうということになりますね。やはりまあ私も本当にリラクエ始めた当初は全然お客様にはいらしていただけなかったので、まあ知らない、まあ、近所の人ですら知らないという状況なので当然ねお客様たくさん来るわけがないんですね。いい技術があればいい人であれば自然と増える、まあそんなに甘くもないっていうことなんですよね。評判とかってネットで見たりするのでその時にあんまり詳しい情報がわからないっていう風になると、やっぱりちょっと今はちょっと怖いかなとか、なんか良さそうなとこ他にあるなっていう風になってしまうので、しっかりと顔や名前や特徴、売り出してるところどんなお客さんに来てほしいそういうことをですねこのアピールしていって気になってもらわないとなんですよね。あ、こんなところに知ってもらって気になってもらって足を運んでもらって、でさらにその方が、まあ、口コミを書いてくださったりとか次にまた別の方にお知らせ、ご紹介っていう形になってやっとこう広まってくる、で人気が人気を呼ぶというようなシステムになってますのでね、本当に皆さんにその辺のこともね実感していただきたいなと思いますね。お客さん来ないっておっしゃってる方多いと思いますので、それからあとまあちょっと30分伸ばして終了時間を少し30分伸ばして、お時間ある方はこう懇親会交流会質問などですねその30分の中で、それぞれいらしてるお客様同士だったりとか、我々講師陣の方に、話しかけていただいて、よりねこう充実したものにしていただきたいなと思います。はい、まあでまあ、改めて申し上げますと、私はシアセルマを使って足のトリートメント、ご自身で行えるリンパトリートメントですね、ご自身のセルフケアもそうなんですけどお客様お友達ご家族にもやってあげられるようになるように、指導いたしますので、足からですねこう体のことがいろいろ読めるようになりますので、ぜひねちょっと普段ないがしろにしがちな足をちゃんと見て、いらしてる他の方もね見るチャンスですので、ぜひね見比べていただいたりとか体感していただきたいと思います。で、まあ、ケンさんは肩もみセミナーで普段やっていることを、まあ、特に陽平さんが肩甲骨モデルのね陽平さん来てくださるということになったので、ペインティングしてしっかりとこう場所を分かりやすくお伝えした形で牽制を覚えてもらうというふうに意気込んでらっしゃいましたので、ぜひね肩もみ本当に確かに肩もみっていうのも、
こう簡単にできますので、私もこうハッピーアワーって言って YouTube のイベント集まりのあった時にもこうちょっとフリーマッサージしたことあるんですけど、すごく喜ばれますし、こうぐっと近づくことができて、でまあこうすごく強いアピールにもなりますので、覚えてもらえたりとか好感持ってもらえます。でこんなことやってるんだよっていうのがしっかりと見てる方とか受けた方には入ってきますので、興味持ってもらえたりとか、ただね名刺渡してるだけよりも本当に、ぐっと理解関心が深まるし、まあ自分自身もね普段からやっぱり触ることを、まあ、習慣にしていると上手になれますのでね、ぜひこう特別なことにしないでちょっとお試しみたいな感じで、自分のセールスポイントっていう感じで、やって、ね、まあ、交流の輪を作ったりですとか、お客さんを獲得していったりですとか、技術のアップ、まあ、会話もねそういう風にしてだんだん自然とできるようになるかと思いますので、本当に人慣れしてないとセラピストさんねなかなか難しいと思います。いろんな方が来るので、こういちいちね人見知りしてたりとか緊張しちゃうようですと、まあちょっとぎこちなくなってしまいますので、ぜひねこう日頃からこうスキンシップ取れるようなことがあるとすごくこうプライベートにも仕事にも生きてくると思います。でリタジネンのね平先生はですね、筋骨経血ということで具体的な解剖学を教えてくださるということで、これもちょっとこうペインティングをしてこうかなりこう敷居を低く分かりやすく楽しく学べるようにっていう工夫をしてくださるそうなので、ぜひねお尻込みせずに興味ある方は、私も勉強になりそうで楽しみです。ぜひいらしてください。今ね20名ほどのご参加が決まってますけれども、もっとねたくさんの方にやっぱり絶対に身になるお値段以上の価値のあるお時間と、まあ、内容となっておりますので、本当に講師陣一同意気込みもありますし、プレゼントなんかもねありますし、必ずこういろんなものを持って帰れる内容になってます。ぜひ、興味がある方、まあ、変わりたいなとかもっと学びたいなとかこれでいいのかなとか思ってる方はお集まりください。まだまだお申し込みが、ね、もう25日どんどん日が迫ってますので、でまだもうねこれがまた来年あるかどうかこれはもう分かりません。これねまた今度というふうに思っているとそれはねもう実現しない、ああ行けばよかったっていうことになるかと思いますので、本当にね成功したいんであれば行動をね積極的に起こすこともとっても大事なんですね。考えてばっかりいてもなかなか物事は変わりませんので、私自身もすごくこういろいろと投資をするようになったり積極的に行動するようになったことで本当にこう実りある人生というかたくさんのものを得ています。やってみたいことはどんどんねやっぱりやるたった一度の人生なのでやるべきだと思うし、今ね私はすごく毎日こう幸せに、おかげさまで楽しく嬉しく生きております。ぜひねなんかこのちょっと私の、まあ、ハッピーをというか本当に平さんもケンさんも、乗ってる人たちなので、そういうこうパワーがあるところにね集まることで皆さんにもこうそれが広がっていくいいこう波動というか、はい、こう
流れってやっぱこう停滞してる人とか落ち込んでる人と一緒にいるとついつい暗くなってしまいますので、こうやる気のある人とか、こうエネルギーがある人とこう意義のあることをすることで、こう気力充実してよしやるぞとか、ああいいこと覚えられたとか、ああいいこと やれたっていうね、経験がやっぱ自信につながったりとか、次の目標につながっていきますので、本当に、このチャンスをね逃さずに、もう時間ある方はねぜひぜひ来てください。 DVD についてですね、価格なんですけど3枚組になってまして、3万円に税で3万2400円という販売価格なんですけれども、セラピストフェスに来ていただいた方限定で1万9800円税込みで販売いたします。で販売しますって言っても、まあその時まだ発売日になってませんので、先行予約っていう形で申し込み用紙をご用意しております。でそこに書いていただいた方は1万9800円でお売りしますよという形ですね。で初回限定価格はセラピストフェス以降というか2万円に税という形で2万1600円ですね。で、初回はお売りいたします。過ぎますと、3万円プラス税という形で3万2400円で、販売という形になります。リラクヤのね無料体験チケット差し上げるか、このようなブレスレットですね、私の手作りのパワーストーンですね、これでねまた運気を上げていただきたいなと思っておりますので、申し込みフォームからよろしくお願いいたします。詳しいことは説明欄になって入っております。はい、ブログも書いておりますので、ご興味ある方はお読みくださいませ。では会場でお待ちしております。ではでは、 See you。自分が脱力することによってお客様にも脱力していただく、だから頑張らないです。その方だけに集中してればいいんで、まあ、私身長154号、体重40キロ、男性の大きい人、硬い人、怖い人はいません。痛くなるのを やった末路が、まあ、なんか腱鞘炎とか指を痛めちゃったり仕事にならないみたいな人も見てるんで、いかにうまく体を壊さないようにやるか、ちゃんと壺に入ってれば軽い力でも十分に効かすことができるので、もう疲れたくないから上手くなったっていうところもありますね。半分寝ながらやってました。自然に圧がかかるんですね。そういうふうにやってると、もう体が大きい小さいとか関係ないので、だからこそいろんな手技が使えれば本当に女性は強いんですよね。まずいい筋肉っていうのは繊維がまっすぐで、腰から右のお尻にかけてを緩ませてあげることによって、基本はこの普通の圧迫応圧とほぼ途中まで同じなんですね。結構グーッと大胆にいきましょう。もう体グーッと乗せていって前腕使うと結構楽にできますね。ここ挟むようにして行ってもいいです。これは仕方なんですね、やるべきなのは。